あれ、シナモンはいないの？シノノン、なんだか最近元気がない感じだったから、何か悩んでたみたいで。私の思い違いならいいんだけど、迷宮攻略してる時のことを気にしてるのかもしれない。射撃武器だと敵に接近された時に攻撃をさばききれないでしょ。もちろんその時は私や他のみんながフォローに入るんだけど。うん、だから私たちも気にしなくていいよって言ってるんだけど、シノノすごく気にしてるみたいで、もしかしたら自分が負担になってるって感じているのかも。その話をさりげなくしとこうと思ってシノノの部屋に来たんだけど、どこ行ったんだろうね。ありがとう、キリト君。じゃあお願いね。キリト、訓練始めた時あんたは寝てたけどね。それよりせっかく来たんなら手伝ってくれない？近接戦での回帰。何日も寝てないわけじゃない。今は大丈夫よ。訓練を優先するわ。手伝う気がないならどこかへ行ってくれない？集中したいから。でも、そういうことじゃないの。私は強くなりたいの。今の私は、私、これは運命だったと思う。この世界に自分を守るために、あらゆる敵に向けて矢を放つ。何百匹でも、何千匹でも撃ち殺して、膨大な屍の山で全てを埋め尽くして、そうでなければ、強くなれなければ。
その子ならちょっと前に見たよ。迷宮区の方に行ったみたいだけど。あれって迷宮区で狩りができるほどの武器なのか。だったらすげえな。どこで手に入れたんだ。でもそうなるならそれでもいいと思った。このままずっと無力に怯えて生きていくよりは。でも HP が赤くなってこれで消えるのかと思ったら怖くなって怯えたままずっと何もできないまま終わってしまうのが辛くて悲しくキリト、急に泣いたりして。私の問題だからきっと私だけにしか解決できない。でもありがとう、気持ちは嬉しい。それとまだ言ってなかった。そういえば言ってたっけ、そんな恥ずかしいセリフ。あんなセリフ本気で言う人がいるなんて思わなかった。
と言うと、まだ足がガクガクしてここから動けそうもないの。もうちょっとだけこのままでいさせて。ちょっといいかな。秘伝の書のかけ方テキストを見つけたのよ。ほら、ここに書いてあるでしょ。よ、私はいつでも大丈夫だから、キリトの都合が。you
かしたの？キリト、行くわ。よろしく、キリト。
どうかしたの？
あんた本当に入ってんの？それは私だってそうよ。だからとっとと町に戻って。温泉なんて考えられないけど、全身のベタベタをなんとかしたいし、危険があってもキリとかいるし。よし、
たいな人気のサービスなんだから。事実は小説よりもきなり、リアルはゲームよりきなりってね。それにしても確かにこの温泉すごく気持ちいいけど、私はリアルの方がいいな。なんかやっぱりここは仮想空間、全然違うから。なんていうか、温泉っていうよりも温水プールに浸かっているだけって感じ。本物の温泉ならもっとこうお湯の感触そのものが違うっていうか、体が芯から温まるっていうか。だったら今度っていうか、現実に戻ったら私が温泉の良さを教え、ぜひ楽しみにしといてちょって。私今すごいこと言っちゃったんじゃん。温泉に誘った感じよね今の。キリトと二人で温泉とか、アスナになんて言えば。え、みんなって？
な場所で会えるなんて嬉しいな。ちょっと探し物があったんだけど、疲れちゃったから一休みしてたところ。それじゃあさ、一緒に迷宮攻略してくれないかな。大丈夫だよ、それに急いでるの。お願い。うん、キリトの言うことなら聞くよ。足手まといにならないでしょ。この世界を壊してしまう何か、それを探しているの。多分そう、だから急がないといけないの。探索に出ていろんなものと出会わなきゃいけないんだ。私はこの、というか私のことよりもキリトは
クリアのために頑張ってるんだよね。だったらさ、パーティーのメンバーもよく考えてさ。キリトにはもっと強力で頼りになるお姉さんの助っ人が必要だ。ダメだよキリト、今で満足だなんて間違っていると思う。だって私が活躍できちゃうくらいなんだもん。もっとパーティーとしてのバランスも必要だし、一人一人ソロでの強さにも、具体的に言うと、リズベットは武器に頼らず身体能力を、私筋力は結構上げてる方だと思うんだけど。ああごめんごめん、もっと速度を上げた方がいいってこと。速度ね、家事と関係が薄いのはあんまり上げたくないんだけど。でもそれだとキリトと釣り合うパートナーになれないと思う。パートナーって言われても。それにキリトのパートナーには私みたいにメリハリの効いた体が必要だし、出るとこが出てて引っ込むとこが引っ込んでる、そういった魅力的な体が必要だと思うんだよね。体つきは別に関係、いやでもキリトだって男だし。キリトだってスタイルのいい女の子がパートナーの方が嬉しいよね。まあでもキリトに一番お似合いで役に立っているのはやっぱ私かな。さあキリト、先に進もう。
はっ。みんな、一緒に行くよ。用事思い出しちゃった。今日はここでお別れ。うん、少しは前に進めたかなって思うから今日はそれでいい。うん、大丈夫だよ。ありがとう。行かせちゃってよかったの？そうね。いよいよか。緊張するわね。いよね。そうだな。どうかしたの？それじゃあね。待ってたぞ。